東京エアポート東京空港管制保安部は2012年10月14日から12月23日までフジテレビ系ドラマチックサンデー枠で放送された日本のテレビドラマフジテレビ2フジテレビネクストフジテレビ1で2012年10月14日から放送されたスピンオフドラマ徳之島エアポート YouTube で公開しているスピンオフ四季島 コーヒーバリスタはまた見たも合わせて記述する。地上波の連続ドラマとしては、史上初の航空管制官がテーマ。東京国際空港を発着経由する乗客の命を預かる航空管制官と航空業界で働く様々な人々の人間模様をリアルに描く。ドラマチックサンデー枠では、フジテレビの自主制作第2弾となるが、自主制作第1弾。 僕とスターの99日は、K ファクトリーが制作協力として携わっており、完全な自主制作となるのは事実上発となる。富士テレビネクストで放送された東京航空交通管制部が舞台の東京コントロールの2年後を描いた続編である。このため、前作の出演者の一部が東京 ACC からの移動など、何らかの形で引き続き出演している。 また前作が、航空路完成業務と、侵入完成業務を取り上げているのに対し、今作は、飛行場完成業務及び、ターミナルレーダー完成業務がテーマである。また、当番組は、日曜日21時からの地上波での放送に先駆けて、前週分の再放送を、地上波の1時間前にあたる20時から21時に、フジテレビ2ドラマアニメにて放送を行っている。 当番組は2012年に放送されたドラマチックサンデーの作品で唯一家族をテーマにしていない。空港のグランドスタッフとして働いていた篠田香織は航空管制官になる夢を叶えるために厳しい研修を終え羽田空港管制部に配属される。キング初日、緊張と興奮、不安が入り混じる中、管制塔へと向かった篠田が目にしたものは 緊急事態が起きても冷静に対応して人命を守る管制官たちの姿だった。早速、ベテラン管制官の竹内博美と共に航空管制を行うことになった篠田はケアレスミスで事故の一歩手前となる事態を引き起こしてしまう。追い込まれた篠田は深く落ち込んでしまうが、上司の勇気昇るの管制官としての思いやあたなべ、健太の感謝の言葉を聞き、次第に立ち直っていく。 東京国際空港管制保安部日本、航空国土交通省空港事務所、第1話第2話第3話、第4話第5話第6話、第7話第8話第9話最終話ドラマチック、サンデーでは初めて主題歌は設定されなかった。徳之島エアポートは、2012年10月14日から、東京エアポートスピンオフ企画のテレビドラマとして、フジテレビ1、フジテレビ2、 フジテレビネクストで放送された。全4話。主演は小池栄子。徳之島空港管制保安部が舞台。なお実際の徳之島空港は交通量が少ないため、航空管制艦並びに航空管制運航情報官は配置されておらず、鹿児島飛行援助センターに勤務する航空管制運航情報官が無線で対空援助業務を行うリモート空港であり、 徳之島空港管制保安部という部署は存在しない。大人の事情で東京 ACC から移動となった原小二と下柳哲氏そして徳之島生まれ、徳之島育ちの小林純子が徳之島空港を舞台に日常の管制業務を描くストーリー。徳之島空港管制保安部その他、青物横町駅、四季島、コーヒーバリスタはまた見た 2012年10月21日から東京エアポートのスピンオフ企画として YouTube で公開された。この作品以前に2012年1月16日から放送されていたドラマラッキーセブンのスピンオフ企画として四季島コーヒーバリスタは見たが YouTube で公開された。前の7は野間口徹の主演で京浜急行電鉄。 青物横丁駅近くにある四季島コーヒーが舞台となっている。また本作品では東京エアポートで脚本を担当する歌学が代表を務めている劇団ピープルパープルの劇団員がエキストラとして参加している。第6話のタイトルは霧島コーヒーグランドスタッフは見たとなっており主演の野間口は出演していない。 四季島コーヒーの客その他退役直前に劇中に登場した JALMD-90JA8070 鶴丸塗装機退役直前に劇中に登場した ANA747 から 400DJA8957 ピカチュージャンボこの記事は以下のカテゴリーでも参照できます特の島エアポートに関するカテゴリー四季島コーヒーバリスタはまた見たに関するカテゴリー ありがとうございます。